冬の新メニュー発案会議を始める。今年はあったかい蜂蜜茶などどうだ。普通すぎ。寒いなら辛いものだよ。七味唐辛子茶とかさ。客の舌破壊してどうする。単語の味が分かんなくなるだろう。もっと真心を込めた癒しを与えるような。ああ、だったらそういう癒しのサービスはどうよ。例えば。そう、美味しくなる呪文。こうやって手でハート作って、萌え。やらすな。メイドカフェじゃない。できないの。じゃあさっきの真心込めてってのは嘘。お前がやればいいだろう。いやだからそれは普通じゃん。先生がやるから面白い、癒されるんだよ。あ、今面白いって言ったなお前。言ってません。世界は先生の癒しを求めてるんだよ。あ、先生言い訳して本当はお客さんに向き合ってないんだ。そんなことはない。皆さん、先生はお客さんを金づるとしか思ってなくて。分かった、やればいいんだろう。次回第10話、リペイイーブルウィズイーブル。萌え萌えキュン。